不登校についてどう思いますか？なんだろうね。行けるんなら行っといた方がいいと思うけどね。なんだろうね。学校に行かなくてもなんとかなるじゃんとか、勉強は学校じゃなくてもできるじゃん派の人がいるんですけど、マーケットを知るって大事で、なんか、日本で商売するんだったら、ある程度日本人がどういう生活をしてるかっていうのを知っとかないと商売できないじゃないですか。で、大体の人って学校に通って、学校生活っていうのをしてるので、学校ってこうだったよねっていう経験と知識を持ってるんですよ。なんか漫画とかアニメとかで学園ものって多いじゃないですか。で、あれって、学校ってこうだよねっていう前提をみんなが持ってるから、そこの状況に対して感情移入とかしやすいんですよ。だからその、みんなが持ってる常識っていうのを手に入れる手段がなくなっちゃうんですよね、不登校って。だから、いけない理由があっていけないんだら仕方ないと思うんですけど、いけるんだったら言っといた方がいいと思います。特に質問がありませんって言って1000円もらえてありがとうございます。相手に分かりやすく話をする方法を詳しく教えてくれ。ひろゆきさんはプレップ法、PREP 法の話してみます。ごめんなさい。この PREP 法が何なのか分かりません。分かりやすく話をする方法を知りたいんだったら、まず、人には敬語を使えばいいんじゃないですか。いや、例えば、教えてくれって命令形を使ったじゃないですか。で、分かりやすいかどうかって、実はそんなに大事ではないんですよ。相手が分かった気になるかどうかで、そういえば、こいつの話を知りたいなと思うのか、全然聞く気ねえやって相手が思うのかで、もう相手の理解度って変わるんですよ。なので、相手に対して失礼な態度を取ると、相手の人って別にこいつの話聞きたくねえやってなっちゃうじゃないですか。なので、相手に何か理解してもらいたいのであれば、無礼な態度を取らないっていうのもテクニックの一つだと思います。はい。ヨーロッパの介護ビジネス事情ってご存知ですか？じゃあ、最強の二人っていうフランス映画を見てください。おすすめです。僕のおすすめトップ100映画の中に入る。5点満点中5点のようですね。あ、そう、世の中にね、本当に理解した上で分かったっていう人と、分かった気になっただけで満足する人って結構多くて、で、大抵の物事を人は分かった気になって分かってることが多いんですよ。例えば、液晶テレビがなんで映るのかをちゃんと説明できる人ってあんまりいなくて、で、じゃあ LED が映るんだよ。じゃあ LED ってどうやって作るの？じゃあ半導体って何でできてんの？っていう本当に細かいところで電子がこう動くってことはどういうことなの？みたいなところまでちゃんと説明できる人ってそんなに多くないんですよ。なんだっけな、なんかの博士が天皇と飯を食べたっていうのをブログに書いてて、で、天皇家のね、天皇と皇后様がいて、で、話をした時に、タンパク質って何ですかっていう質問を皇后がしたらしいのよ。で、タンパク質ってさ、大体みんな分かった気になってるじゃん。食べ物で、なんか肉とかに含まれていて、とか、で、その炭水化物とは違って、みたいな。でもそれって、タンパク質がどこに入ってるかの説明で、肉に入ってるとかね、タンパク質とは何かの説明ではないの。じゃあ、アミノ酸でできていますとかってさ、じゃあ、タンパク質は何ですかで、アミノ酸でできていて、こういう分子で炭素でできているみたいなさ、分子構造を説明しても、それはタンパク質の説明にはならないかもしれないじゃん。ただ、みんなでもタンパク質が何かって言われたら、なんとなくタンパク質って知ってる気になってるのよ。で、じゃあ、タンパク質の中にもさ、コラーゲンとさ、じゃあ、爪とかさ、で、それとかじゃあ、みんながイメージする肉とかでさ、全然違うタンパク質もあるわけじゃん。だから本当にタンパク質って何かってちゃんと説明できるかっていうと結構難しいっていうことをタンパク質って何ですかって聞かれた時に思ったっていうのをどっかの大学の先生が書いてて、で、実際皇后もタンパク質何かうっすら知ってると思うんだよね。人間の肉のほとんどタンパク質できてるとか、でもそうじゃない答えを知りたかったんだと思うんだよね。哲学ではないんだよ。だから要は、物事って分かった気になってることが多くて、実際の本当に細かい事実っていうのまで調べて、把握して理解して納得する人ってあんまりいないの。だから大体分かった気で世の中って回っちゃってんだよ。だってインターネットがなんで繋がるかとかもさ、結構みんな分かった気になっちゃって使ってるじゃん。こうしたら、じゃあYahoo って入れたら Yahoo に見れるとかさ、こうしたらこうなるっていう、因果関係は分かってんだよね。
でも、なぜそれが起きて、どういうふうに動いているのかっていうのを、基礎のレベルからちゃんと説明できる人はあんまりいない。だから、その、分かった風な、その、気になるっていうのが良くないみたいなことが、よく言われるんだけど、基本みんな分かった風になってるだけなの。なので、分かった風で十分じゃないでしょうか、っていうことでいかがでしょうか。ヒューリスティックスってね、あれとね、デジタルとは何ですか？そう、難しいんだよね。だってさ、デジタルって言ってるけどさ、デジタルをその実現してるためのパソコンっていうのはさ、最終的にはさ、アナログであるさ、CPU とか電線とかに電子がどう飛ぶかみたいなことをやってるわけじゃん。純粋デジタルは存在しないのよ。アナログでデジタルのようなものをこうやって、その上でソフトウェアが動いて初めてデジタルで物事が動いているように見えるものが作られてるだけで、実際厳密なデジタルっていう概念がデジタルだけでできるかっていうとそうでもないっていう。マイナスマイナスはなんでプラスになるんだ？そういう風な計算をしましょうと決めたからです。はい。全問答かね。全問答とは違うかな。要はその、ものの仕組みっていうのをどこまで細かく理解しているべきかっていう話で、そこまで細かく理解しなくても人は困らんっていう話だと思うんだけど、ネットワークの仕組みがよくわからん。そうそうそう。だからあのね、その、ブロッキングの問題で、その、漫画村がブロッキングされるかもみたいな話があったじゃないですか。で、あれでその、DNS ブロッキングで漫画村をブロックしようみたいな話になった時に、その、DNS、要は例えば Yahoo っていうのをそのブラウザーの欄に入れたら Yahoo っていうところの IP アドレスを DNS サーバーが教えてくれて、で、そこの IP アドレスにこうパケットを送ると IP アドレスにある Yahoo のサーバーがパケットを返してくれて、で、その Yahoo というサイトが見れるっていうのが、まあ DNS の構造なんだけど、で、その、DNS は基本的には通信の秘密を犯していて、ただ、Yahoo を見たいとユーザーが思ってるんだから、正当な業務行為であって、通信の秘密を犯してはいる違法なんだけど、違法性が棄却される。違法、まあ、ギリギリ違法じゃないということにしようね、みたいな解釈です、みたいなことで、一応なんか、総務省がやろうとしてるらしいんですよ。で、そもそも通信の秘密っていうのが決まったときに、インターネットなんてなかったんですよ。で、通信の秘密とは何ぞやっていうので、郵便局員さんが、じゃあその封筒を見て、じゃあひげおやじさんのところに封筒だっていうので届けに行ったときに中見ちゃいけませんよっていう至極当たり前の話だったのね。で、それってさ、でも、じゃあ宛名はさ、見ないと届けられないわけじゃん。で、宛名を見るというのは当たり前な行為だったわけよ。で、その時は、宛名を見るっていうのの違法性はなかったのよ。だって、宛名を見るのも違法だったら、そもそも届けられないじゃん。で、法律を作るときに、宛名を見るけど、それは違法だけど、郵便配達人が見た場合だけ違法ではないとしたら、じゃあ、その、昔ってさ、アパートってさ、一人一人郵便受けなくて、渡されて何々さんって見て、で、ああ、これじゃあ、五号室の佐藤さんね、みたいに、はい、五号室の佐藤さんで渡したんだけど、宛先を見るっていうのは、普通に行われていたのよ。日本で郵便を運営する上で。その多くの人の手に郵便が渡って、その人が、あ、これ佐藤さん宛てねっていうふうに見るっていうので、なので、宛先を見るっていうことは基本的に違法なものではないっていう前提で法律は作られていたわけですよ、その時代は。ところがどっかでなんかインターネットの時代になって、宛先を見るのは違法であるみたいなことをなぜか言い始める派っていうのが出てきたわけですよ。総務省の中から。で、余計に話がややこしくなってるっていう話です。はい。漫画村を潰した YouTuber。YouTuber が潰したの？コード情報処理試験ってこれから需要あるでしょうか？でも基本試験ってどれでも受かっといた方が得ですよ。どんなしょうもない試験でも、その、少なくとも試験に合格できるぐらいの能力があるっていうのと、そういうしょうもないものでも合格できるぐらいの、その根性があるっていう証明になるので、そういう意味で、どんなんでも試験はまあ、受けといた方がいいんでしょうか。受けといた方がいいんじゃないでしょうか。500円だけもらえて質問がないっていうね、このね。どこから知識を仕入れてるの？僕、インターネット見るのが好きなので。ウォーレン・バフェットはなぜお金持ちになったんですか？ウォーレン・バフェットの本とかをちょこちょこ見てたんですけど、ウォーレン・バフェットさんって、その、
上場してない会社とかで結構それなりにいい会社っていうのを、そのウォーレン・バフェットさんのバクシャ・ハサウェイっていう会社で買って、で、今まで通り運営を続けてもらうっていうのをやるんですけど、その時の給料と配当の条件をどうしてるのかっていう、至極簡単に出てくる質問に全く答えてないんだよね。だからね、あそこがどうなってるのか知りたいんですけど、何冊か読んだんですよ。結構そのいろんなことには親切に答える人なんですけど、その、なんかすごく単純な話で調べりゃわかりそうだし、誰か聞いてそうなこともそこだけは答えてないんですよ。その買ったプライベートカンパニーの運営者、その元々のその社長さんだったり運営者に対して、その配当だったり給料をいくら払ってるかっていうのをどう決めるかっていう。最近やってるゲームはクラロワをやってますね。わざとスルーしてんじゃん。まあどうなのかね。まあそこのね、答えをちょっと知りたいんですよ。で、そのプライベートカンパニーを買われちゃった場合って、その会社がいくら大きくなっても、もう創業者は基本的に利益得られないわけじゃないですか。だから、多分そのバックマージン的なものか、なんか、バクシャ派生の株何パーセントなのかわかんないけど、多分なんかやってるはずなんですけど、そこの比率みたいな話っても出てこないんですよね。